今回は昭和時代の25回目についてお話しします。まず空欄ですね。自分でどれだけ埋まるか確認してください。では一時停止ボタンを押して確認しましょう。はい、どうぞ。ではいきます。この前の内閣総理大臣は芦田仁でした。その次ですね、2時から5時、長いです。誰か、答えは吉田茂内閣になります。では内容いきます。こちらですね、日本とアメリカで協定が結ばれました。内容はこちら、日米安全保障条約の施行規則ですね。日本側に不利な内容が多かったです。ではこの協定を何というか、答えは日米行政協定と言います。でここに日本側に不利な内容が多かったとありますけども、具体的にはどういった内容かというと、経費の支払いですね。例えばアメリカ軍が使うお金、日本が払うとか、施設の無償提供ですね。そういった内容があります。で、この日米安全保障条約により、日本国内にアメリカ軍の基地が置かれるようになりました。それを受けてこちらですね、各地で反対闘争が広がりました。では、ここに入る言葉は何か。答えは、アメリカ軍基地反対闘争という言葉ですね。でこの反対闘争は石川県とこの東京で有名です。ではこの石川県の場所はどこか。答えは内灘ですね。では東京都はどこか。答えは砂川になります。では次いきます。こちらですね、ある法律が制定されました。内容はこちら、暴力的破壊活動を行った団体を取り締まる、そういった法律です。では法律の名前何か。答えは破壊活動防止法と言います。では次です。こちらですね、日米相互防衛援助協定に加盟しました。ではこの協定をアルファベットで言うとどうなるか。答えは MSA 協定と言います。でこの協定なんですけども、こちらですね、アメリカとの間で結ばれた安全保障協定ですね。アメリカの経済援助を受ける代わりに日本は防衛力を強化するということになりました。ですからこの結果、日本は防衛庁や自衛隊を発足させることになりました。では次ですね、ある事件が起きます。ビキニ環礁でアメリカの水爆実験が行われ、そこで日本の漁船が被爆しました。ではこの事件を何というか。答えは第五福竜丸事件と言います。でこの事件を受けてこちらですね、ある運動が盛んになりました。ではその運動を何というか。答えは原水爆禁止運動ですね。では最後になります。ある事件が起きます。この事件は造船会社と政治家の贈収賄容疑事件です。ではこの事件の名前を何というか。答えは造船疑獄事件と言います。この事件では後に内閣総理大臣になる佐藤栄作に逮捕状が出たんですよね。でも今は国会で審議中だとか、まあいろいろやりながら、結果的にはこの事件の真相は分からなかったというのが結果です。ただしこの吉田茂内閣はこの造船疑獄事件が原因で退陣しました。今回はここまでです。ありがとうございました。